玉部知識認定コーチの西村です。他の人を巻き込んだゴールもその臨場感が強ければ叶ってしまうんです。なんとつまり端的に言うと他の人を巻き込んじゃうっていう変化も可能なんですね。わお怖い。でもそれがアフィメーションの実力で威力なんですよ。でもやってみて分かったんですけれどもね、ゴールを例えば書くじゃないですか。他の人を入れたいシチュエーションの一番のものって恋愛なんです。当然です。恋愛で私は何々くんとローマの街の石畳を手をつないで歩いているからとっても気持ちいいみたいな、そんなゴールを普通の人は書けますわな。まあ、書かない、まあいいとして、そういう時にですよ、何々くんと手をつないでとかってその何々くんの意思って関係なくないですっていう話なんですよ。なんで叶うのかなんですけど、私なりに考えたんですけど、多分その状況をイメージすることでその何々くん、ひろしくんでもいいですよ、ひろしくんの周りをうろちょろうろちょろするようにその人がなるからですよ。結局確率論で叶っちゃう率が高くなるっていう、それだけのことかなって気もします。もう一個は、願えば叶うんですよ。やっぱりその強い思いが相手に通じるんでしょうね。